ったかな、なんか食べてたよね、今ね、うん、何気に、はい、あ、そうなんですね、あ、さっきゼロだったけど、あ、ちょっとさ、ザラザラ、うん、粒粒が触れます。で、これでね、これでね、20% ぐらい、うん、でここはね、殻ではダメ、来た時殻だったから。あとね、足もね、あの人間よりもあったかくないんだね。体温40度超してるから、冷たいからさ、積極的にあったくしてあった方がいいですね。だから道中来る時に、床に水はいらないから餌だけ巻いといてほしいですね。いいです、ここに巻いちゃって、はい、うんちあるけどね、うんね、ちょっとうんちあるけど、さっと巻いちゃうからね。そうすると、さっきの小鳥のところでね、さっきの簡易保育器をね、患者さんが作ったやつをちょっと私動画で載せてるんで、再生リストのどこだ、小鳥の飼い方。そうすると、あ、これね、これちょっとちっちゃい鳥だからさ、コマーシャルが来ちゃうね、すぐに終わりましたね。これは発泡スチロールの箱で作ったんですけど、そうそう、でここに窓をくり抜いて見えるようになってて、温度計が置いてありますよね、ここに。でこのカゴの下に、あの、はい、ヘッドヒーターかカイロかなんかが置いてあるんですよ。こんな感じの。でも鳥かご大きいからさ、この中に泊まり木作っちゃってさ、はい、それでもいいですよ。そうですね、うん、ただ床はちょっと床暖、絶対床暖がいいです。ライトで温める、横からとか上から温めるので、下から温かい方がいいです、うん、こんな感じで。おー、すごい。だから大抵小鳥の人で調子悪い人はこういうの作ってもらってるんですよ、皆さん。こういうの参考にして、はい、わかりました。ください。はい、じゃあ受付でね、目薬とそれから水に入れる薬ね、お出ししますね。はい、じゃあちょっと温度湿度ちょっと管理しながらね、点眼点滴してみてください。ありがとうございます。はい、お願いします。